い、構図の趣味部屋へようこそ。今回も、前回に引き続きドラゴンボールのフィギュアを紹介したいと思います。今回はね、プライズ品です。こちら、出た週刊少年ジャンプ表紙のね、絵のフィギュア化をしてます。それのね、孫悟空ジャンプ50周年アニバーサリーフィギュア、はい、これがねすごい出来良さそうだったんでね、もうこのね、もうジャンプのジャンこれね、この表紙これを元に作ってるんでね、いやこのシリーズねすごい、なんかね全部出来良さそうなんだよね。アニメも漫画のフィギュアクラー、かっこいいな。うわ、はい、ではね早速、箱をね、開封したいと思います。はい、ということでね、とりあえず、箱から出しました。こういう感じですね。まず、胴体と顔、はい、で足、うん、で支柱で、台座という感じですね。はい、ではね、早速、組み立てたいと思います。はい、ということでね、組み立て終わりました。こちらですね、じゃじゃじゃんと、いやこれはね半端ないな。いや造形がねもうめっちゃよくできてる。まずねもうこの服のね、この破れ方とか足の破れ方も ここなんてもう透けてこっちが見えちゃってるからね、もうね、すごいよこれ。で、なんだろうね、この本当の当時のスーパーサイヤ人のこの髪の毛のね、もっさり感っていうかな、もう今でこそね、シャープな感じになってますけど、当時のもっさり感がすごく再現されててね、ね、こう顔とかもねすっごいかっこいい。これいやーよくできてるよ。ほらコーミントすごいよこれ。いや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 、これはすげえ。いやーべーな、これもどの角度から見てもかっこいいもんな。素晴らしいね。まあ、ただね難点を言えばここにねちょっと塗装のなんかムラがあるのと、あとねちょっとねこう若干こうやってぐるーって見回した時にね、ねあここか、ここにね、なんか色の付着があるんですよね、2箇所、この先端とここで。色からするとねどうやら血のりっぽい色なんだよね、うん、多分これを塗ってる最中に手で触っちゃったのかな、ここら辺中国のね、おばちゃんがね、塗装してる時に触っちゃったかな、ここまあでもね、大量生産品なんでね、まあそこら辺はしょうがないでしょう、うん、逆にもうね、これで、このね、作ったメーカーにね、クレーム入れたらそれこそクレーマー扱いされちゃう。なのでね、これは別に気にせず、うん、いやーもうね、すごいね、飛び出してる感がすっごい、うわすっげえ。
にももう駆け出しそうな。ぐわかっけー、すげえかっけー。いやーほんとね、この駆け出しか。いやまあね、あの絵と見比べればそれはまあちょっと違いますよね、うん、ただ今風にこう立体化するとこういう感じっていうようなあれでね、うん、まあ多少のね、まあ、アレンジを加えてるのかもしれないですけど、まあここまで完璧に仕上げるってなるとね、うん、逆にちょっと変になりそうかなとは思いますね。いやこれはすっげえよくできてるわ、かっこいいな。いやこれはねほんとね、ちょっとすごい気になってたんですよ。あとこのシリーズ、ジャンプのねこのシリーズはちょっと大の大冒険のね、大がすごく欲しいんですよね。あれもねちょっとゲット、絶対ゲットしますよ、うん、いやすげえ素晴らしい、はい、ということでね、今回もね、こういう感じで、フィギュア紹介してしました。はい、まあね今後もまあじゃんじゃんね、フィギュア紹介していきますんでね、この機会にチャンネル登録してない方は、チャンネル登録よろしくお願いします。あとねチャンネル登録してる方もしくはね、ただ見ているだけでもいいので、ぜひねいいねボタン押してください。まあその分ね、自分のやる気がね、みなぎってくるんでね、じゃんじゃん紹介していきます。はい、ではね今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。